皆さんこんにちは。カンタール専任講師の孫岩木亮と申します。今日はですね、昭和歌謡曲の名曲でございます木綿のハンカチーフというのを解説していきたいと思います。この曲ご存知の方大変多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、この曲はですね、意外と曲の構成がですねちょっと複雑と言いますか、冒頭とですね中間部で曲の雰囲気がですね大きく変わってます。明るい調から暗い調に実は移ってたりですね、特にですね前半一番気をつけたいなっていうところがですね、シンコペーションのリズムですね。最初いきなり出てきますね、ドドドレミっていうドタタっていうのはシンコペーションですね。でこのシンコペーション一体何が起きてるのかっていうとですね、テクニックポイントが分かりやすくて上達した感じが得られます。オカリナ軸最高です。